今回は、1070話で明らかになった、キザルの行動に対する、読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。マジで謎。海軍としては保護したい。政府としては消したい。別に、こうなってもおかしくはないんだろうけど、本来ベガパンクも捕まる予定だった罪人だからな。麦わらが味方についてるならまあ、普通なら脱出できそうだね。でも今から、ワッチが行くからそうはならないねー。ぐらいに思ってたんだが違うの？それで合ってる、はずなんだけど、どっちつかずの正義なのと戦闘丸を、どう見るかなどで謎、キザル革命軍説とやらが流行ってるんだっけ。戦争であんなにルフィさんのことやっていいんでしょみたいなこと言ってたのに、優しくしてあげてたから、脱出自体はできる。けど、その後のパンクたちの想像ではそこで終わりだけど、キザルが来たから、めっちゃきついよーってこと？もしかしたら作中初めて、キザル苦戦描写あるかもしれない。どっちかというと、エッグヘッド包囲して、ベガパンク脱出を阻止するセリフに見えるけどな。脱出はさせない。なのか脱出はさせるが、海軍がもらうよなのか。まあ普通に今まで、不可能を可能にしてきたルフィに対して、絶対に思い通りにはさせないみたいな感じじゃないかな。赤犬の言動も怪しかったし、海軍としては生かして確保したいんだろうな。セラフィムとかいろんな恩恵受けてるから、考えすぎっていうか願望で、そう感じてるだけだと思う。逃がすつもりなら明らかに、タイミング遅いし、自分もそう思った。CP0 の目的を赤犬も知ってるんだから、保護するつもりなら、CP0 より遅い時点で無能すぎる。実際、ルフィたちがいなかったらエッグヘッドに詳しそうなスチューシーもいるし、今頃殺されてる。キャッと譲って、軍艦の到着は遅くても、キザルだけはピカピカの能力で移動できる。じゃあ脱出は容易だねえから、元から逃がすつもりだった。視点の発言っぽい。だが、おそらく、想像通りの結果にはならねえよ。何考えてるかわからん。新生四皇やセラフィム CP0、ベガパンクの発明など、単純な力量だけで測れない、不確定要素が多すぎるため、安易に四皇がベガパンクについたから、これで干渉や、とは言えないから出た発言。予定通り進めな。可能な限りの軍艦をエッグヘッドへ。新生四皇という不確定要素に頼るよりも予定通り自分たちで助ける選択を取った。自分はこう捉えたな。でもベガパンク逃がし派とも捕まえ派とも取れる発言だよな。自分もこれと同じ、逃がしたいのか捕らえたいのかでまた変わるけど、始末しようとしているとは感じなかった。想像通り、容易に脱出の結果にならないだから、普通に阻止するのかと思ってたわ。小田さん、そういうひねり入れることあるもんね。あいつとあいつが戦うの？誰も死なないでいって、書いた。そばからまさかりが死にそうだし割と、展開早そうよね。あいつとあいつが戦うのは、赤犬バーサス、キザルのことだったんだよね。青キジとやり合ったり、フジトラと言い合ったり、翼竜は言うこと聞かないし、大将はみんな赤犬の敵になる、因果でも背負ってるのか？ CP0 と、海軍が普通に、連絡取り合ってたからな。大混戦、一番最初に思いつくのは、世界政府と海軍の対立ではある。正直、海軍全体がいきなり裏切るなんて、思えないし、その展開は、あったとしてもまだ当分先じゃないか？メタ的に CP0 と、海軍が同陣営じゃないと、一味と戦えなさそう。海軍が政府裏切る、理由がないからな。裏切るにしても情勢混乱してる。今やるのは握手だし。でもサイファーポールと海軍が同じ方向、向いてるかと言われると違う気がするし、海軍離反展開はありそうだが、今ではなさそう。表だって、世界政府と CP0 に歯向かえない以上、自分たちが先にベガパンクの身柄を確保して、海軍、ベガパンクはこっちで始末しました。殺したとは言って、ないってやりたいのかもしれない。ベガパンク始末して、セラフィムの命令権をサイファーポールに握られるより、保護した方が得だよな。軍艦並べて何するんだろ？兼ねて、よりの計画っぽいから、バスターコールじゃないとは思うが。本気の時と、普段の口調は違うみたいなレス見たけど、それ考えると、頂上決戦で、ローの潜水艦逃した時も、手を抜いてたのかもしれないとは、ちょっと思った。戦闘丸とは、どういう関係なんだろうな。研究のために訪れてたってだけならおじきとは呼ばれないだろうし、麦わら VS CP0 VS 海軍の三つどもえになってくれたら最高に面白い。どっちつかずの正義を掲げるキザルだしさ、海軍としては科学者として海軍にこの上なく貢献してる。ベガパンクを殺す理由が上からの指示って以外になさそうだからな。ベガパンクに死なれたら最悪パシフィスタの整備や生産ができなくなる可能性すらあるし、本気で殺そうとは思ってない気がするが、果たしてなんか赤犬の発言といい、今週のキザルの発言といい、含みがあるんだよな。海軍はどうも単純にベガパンクを殺そうとしてるわけじゃなさそうなんだよな。海軍はセラフィム借りて黒ひげ討伐、
かねてよりの作戦するためにエッグヘッドに向かってる説を見たことある。ベガパンク保護が目的なら CP0 より島に来るのが遅いのと、海軍が来ることを CP0 も把握してるのが引っかかるな。かねてよりの作戦だから、ベガパンク暗殺を直前で知って緊急で出航したわけじゃないだろうし、海軍側はベガパンクは逃がしたい、麦わらがベガパンクについてるのなら脱出成功は確定。しかしそうは問屋が下ろさない。何が来るとキザルは予想。キザルとしてはあくまで予定通りエッグヘッド入り、こんなところかと。七部海撤廃に賛成派反対派もいたし、スモーカーも上層部と穏やかな関係じゃなさそうだから、海軍の中でも時代のうねりとともに派閥ができていきそうだし、同じように世界政府と海軍も一枚岩ではなさそう。麦わらはこちらが思いもつかないような脱出ルートを使ってくるという意味かと思ってた。赤黒ひげと銅が戦ってること報告したの誰なんだろう。黒ひげ海賊団か、ハートの海賊団に海兵混ざってたりすんのか。そこに青記事がおるじゃろ。仮にも覚醒した CP0 がいるのに容易っていうのは結構シビア。四皇をどうにかできるほど CP0 が強いなら苦労してないからな。 CP0 がセラフィムの命令権確保できてるのも知らないからな。戦闘丸に暗殺の件伝えてないから、もともとベガパンク側につくと思われてそう。想像通りの結果にはならねえよってのが気になる。キザルの実力なら脱出させないなんてのもできるし、自負はあるだろうけど、それなら奴らの思い通りにはいかねえよ、させねえよみたいな言い方になると思う。ならねえよっていうのはどこか他人事感ある。しかも想像通りの結果っていうのもどこかおかしい。現時点でルッチと四皇がエッグヘッドにいて、今はキザルが向かってるから、脱出成功も暗殺成功、脱出阻止も想像できる状態。どういうことなんだろうな。海軍の目的はベガパンク保護説は見るな。自分はスレガの言い方でも容易に脱出させるつもりはないって意味として受け取ったけど、一味がいることを知らない段階の作戦でなんで大量の軍艦をエッグヘッドに持ってきているんだろう。エッグヘッドによってセラフィム借りた後に黒ひげ討伐に行く説、自分いまいち時系列分かってないんだけど、そんな説あるんだ。ソードのメンバーはもう合流してるのかな。赤犬だろうと黒ひげの決着待ちって言ってたから、決着がついたら海軍として何か動く予定はあったんじゃないかな。キザルとは無関係の可能性もあるが、もしかねてよりの作戦がベガパンク保護を指してるなら、前々からベガパンク暗殺のことを知ってるのに CP0 が到着するより前に保護してないの不自然だから別件だと思ってる。第三勢力の介入を予感してるような印象を受ける。キザル革命軍説はさすがにないと思ってるが、クマは飛んでくるだろうし、ドラゴンとか他の革命軍も関わる可能性あるのかな。秘密裏っぽいのに数は多くて混乱する。散々言われてるけど、口調もいつものキザルっぽくないのも気になる。先が読めない展開。